日向坂46金村美久、グループのデビュー5年目突入に感謝、ありがたい、謙虚に頑張っていけたらな。5月31日、ファッション誌、ウィスの公式 YouTube チャンネルにアップされた動画に、日向坂46、金村美久が登場。髪色へのこだわりや、日向坂46としてデビュー5年目に突入した心境を明かした。バル、自身が登場する、ウィス、7月号の、倉上さんのヘアアレンジ&メイク特集にちなんで、髪色へのこだわりについて聞かれた金村は、20年生きてきて、ずっとこの髪色、黒髪、で過ごしているので、愛着がやっぱりありますね、と答えた。また、髪色を変えたくなる時もある、という質問には、たまにある時もありますけど、あんまりそこまで、髪染めたいな、ってなることがなくて、アイドル続けているうちはあんまりないのかな。このままなのかなって思ってます、と明かした。さらに、日向坂46としてデビュー5年目を迎えた今の気持ちについては、アイドルをやっているから、モデルとかもやらせていただけているっていうのは本当にありがたいことだと思うので、これからも日向坂の活動も、その他のいろいろなお仕事も謙虚に頑張っていけたらなと思います、と意気込みを語っていた。